長率いるボスバーガーと清人率いる清タッキー、隣接するライバル店同士が売り上げをかけて挑む新企画、ファーストワードバトル。我らがボスバーガーのキャッチフレーズ言うたれ。早い、安い、怖い。そうそうよ、それそれよ、はい、これができんかったらお前らボテクリ回すけな、はい、よっしゃ。店長、あの私たちで清タッキーのキャッチフレーズ、うん、あれよ、そんなもん俺に続けていくぞ。じゃあ、はい、合成着色料 100% 清タッキーようこそ。いや、いかんやそれなんで続けて言わんと衣装の時点でやっぱね、うちの方が可愛いよね、これ。はい、はい、こっちピンク、女の子ってピンク、何その発作みたいな。なんで発作や。もうち何がモモやろ、お前。バイト行ったってもう25歳でしょ、この人だって。掛け持ちで夜はランジェリーパブで働いてルールは簡単。20秒の間に3つのテーマに沿った言葉をしりとりで回答。1人成功ごとに1セットの売り上げ、それが多いチームの勝ち。今回のテーマは食べ物、有名人、動物。まずはボスバーガーからファーストワード回転。いらっしゃいませ、ご注文は？うのセットをください。うなぎ、お、ぎ、き、木村拓哉、おヤギ、よっしゃ、いいよ、ヤギ、早い早い。いらっしゃいませ、ご注文は？にのセットをください。肉、うん、いいよ、く、くすみこはる、うん、誰だ、うん、る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 、嘘です、く、く、くどうしずか、おー、カエル、オッケー、いいよ。いらっしゃいませ、ご主人、ご主人、ごめんなさい、バージョンだろお前。というわけで仕切り直し。いらっしゃいませ、ご注文は？かのセットをください。かいっぱいあるよ、いっぱいあるよ。かき、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 き、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 木村拓哉、おお、いいよいいよ、や、や、や、ヤギ、いいよいいよ、全然 OK、 全然 OK、 全然この同じようでも OK やから、あ、いいね、会社で全然 OK。いらっしゃいませ、ご注文は？そのセットをください。そそそば、おう、ばば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 、時間ないって、ばば時間ないって、は、浜崎あゆみ、おいいよいいよ、みみみみみみみが、が、え、みみが、みみが、浜崎あゆみ、豚の耳で調理したもんや、みみ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 み、お前の髪どうなっとんそれなんか出てきたということで、ボスバーガーは3セット。続いて清タッキーがファーストワード回転。いらっしゃいませ、ご注文は？おのセットをください。お、いっぱいあるよ。お、お、おむすび、おお、り、り、り、き、きでもいいよ、き、樋口一葉、うま、うま、くらまち。いらっしゃいませ、ご注文は？せのセットをください。なに？せよ、せ、せるな、せ、せ、もう時間ないよ、せいろ、え、なに？せいろってそば、ろ、うん、時間ないよ、時間ないよ、老若男女、有名人ではない、有名人ではないやろ。これがね、夜の大堀の顔です。夜こういう顔なんだ。だってね、まず最初何言ってるか分かんないんだもん。はっきり言ってもらわないと。言ったよ、切れた、焦りすぎなよ。ちょっとこれすいません、もう一回いいですか？あの、ぜひもう一度。ちょっと待って、いやいやいや、もう一度でなんの。うちの大堀掛け持ちやってるんで疲れが出てる。ちょっと疲れが出てる。ちょっとみんな頼もう、もう一回、はい、ね、はい、すみません、もう一回お願いします。
お願いします。どうする？どうしよう。よかよ。トキヨタッキー泣きの再チャレンジ。いらっしゃいませ、ご注文は？手のセットをください。天むす。おお、早いね。鈴木恵美。おお。ミミミズ。10秒できた。よし、頑張れ。いらっしゃいませ、ご注文は？コのセットをください。コアラじゃなくて、コアラ食えよ。こんにゃく。工藤静香。カメ。いらっしゃいませ、ご注文は？ふのセットをください。ふおふのふ。あと、ふ時間ないよ。ふ藤井フミヤ。ヤギ。いいよ。いらっしゃいませ、ご注文は？あのセットをください。あめめ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 あめいめうめえめおめかめきめけめこめあめかめめあめあれやろ、爆竹の方じゃない。泣きの一回やって引き分けてな。余裕。ちょっと恥かかすよ、ちょっと。続いて後半戦、今回もボスバーガーから。いらっしゃいませ、ご注文は？イのセットをください。イカ、亀梨和也、ヤギ。いいよ、メンプレーや、メンプレーや。いらっしゃいませ、ご注文は？ハのセットをください。春巻き。おいいよ。キンキキッズ。ズズ。確かにね。ズ動物だけどね。英語で言ったら。ス。なんか地味だった。地味だったとかさ、いらん。どうなるかじゃないですか。ということで、ボスバーガーは前後半合わせて4セット、キヨタッキーは2セット売れれば勝ちとなる。すると、みんなこっち向いてくれ。店長なんか。店長頑張ろうよって言いたかったんだよ。店長ここで。お、なになに。あのですね、はいはい、これ順番を変える作戦はどうでしょう。おー、いいね、そういうなんかやる気大事。私この辺に行こうかなと思ってるんですけど。行ったらいいよ、行ったら。行けるやろそれ。はい、行きます。行こう。ありがとうございます。俺は主張を尊重するよ、ちゃんと。この作戦が意外な結果に。いらっしゃいませ、ご注文は？くのセットをください。時間ないよ。く時間ないよ。くないよ。くるみ。時間ないよ。あるよ。三ツ矢陽子。こ。時間ないよ。コアラ。三ツ矢陽子。ブラボー、近づく。高橋みなみがクリアすればキヨタッキーの勝利だが。いらっしゃいませ、ご注文は？なのセットをください。なナッツ。時間ないよ。つばさ。あれ、どのつばさ？な納豆。時間ないよ。う時間ないよ。時間ないよ。よっしゃー、よっしゃー、あぶらぶらー。泥。これもう一回、もう一回。よっしゃー、もう一回やろう。よし、行こう。もう一回やろう。同点ということで延長戦に突入。いらっしゃいませ、ご注文は？つのセットをください。つみれ。おいで、渋いな。れれれ
待って、戻るか、やばい、時間ない、時間ない、宮崎来て、何が起きたんだじゃないよ。これは最悪や。え、これ1問でも答えれたら俺ら勝ち。1問でも答えれる。よしよしよし、1セットでも売れればキヨタッキーの勝利。いらっしゃいませ、ご注文は？目のセットをください。目明太子、こう小島よしお、おみやんま。ここでキヨタッキーの勝利だが、記録に挑戦。いらっしゃいませ、ご注文は？つのセットをください。いらっしゃいませ、ご注文は？えのセットをください。エビフライ、イチイサヤカ、カエル。ご注文は？まのセットをください。まあるマンゴー、梅田エリカ、かかいか。いらっしゃいませ、ご注文は？けのセットをください。けの食べ物、けどうした、クラム？時間ないよ。どうしたクラムチ？ケムシしか出てこなかった。なんでや、あるやろ食べ物。ケーキということで、キヨタッキーの勝利。最高齢アイドル大堀めしべ25歳、ソロデビューへの道。先週ついにソロデビュー曲甘い股関節が発売となった大堀めしべ。しかし彼女には1ヶ月で1万枚売れなければ AKB 卒業という重いノルマが課せられていた。そこで先週末、石丸電機にて発売記念イベントを開催。それは前代未聞、握手会ならぬハグ会。みんな来てくれるのかなと思って、と不安を隠せない大堀だったが、会場には溢れんばかりのお客さんが。そしてCD を買ってくれたファン一人一人に愛を込めてのハグ。2日間の動員人数はなんとおよそ1000人。新人アイドルとしては驚異の数字。これなら1万枚は楽勝と思いきや。お疲れ様です。おかげで売り上げもね、伸ばしていただいて、でこのまんまなんとかいけばいいかなと思ってるんですけど、ただですね、地方の売り上げがちょっと伸び悩んでるんですよ。目標の1万枚ちょっと届かないんじゃないかなっていう。それはまずい。ということで、寒い、当たり前じゃないですか。この衣装で。ここ何ですか、ここ？日本海です。何のためですか、これ？いや、地方で PR セーバーと言っ
たんで。今回大堀が訪れたのは黒人演歌歌手ジェロの歌「海行き」の舞台となった新潟県出雲崎。ジェロにあやかり、ここから全国を回り地道な PR 活動を行おうというのだ。そのために、何ですかこれ、うわ何これ、いやーリュックちょっと重いし、しかも音が流れないしないんですか。今日発売中、準備も整ったところで地方 PR スタート。すると、あ、おはようございます。おはようございます。お天気いいですね、とてもね。人の良さそうなご夫婦発見。そこで、どうでしたか。とってもいいですけどさ、はい、うん、踊りもいいし。 ありがとうございます。ありがとうございます。すると、じゃあ1300円でよろしいんですか。なんと開始わずか10分で1枚販売成功。はい、はい、お待ち聞いてます。初めてで、ね、幸先いいスタート。これなら1万枚は楽勝か。とりあえず岩っていうところにまず行った方がこれはいいですよね、きっと。気を良くした大堀がやってきたのは魚市場魚のアメ横。たくさんの観光客が訪れる人気スポット。どこかのお店でこう歌わせてもらうのが一番いいのかなと思うんですよ。ここ結構賑わってませんか。ここでやらせていただいたら結構な方のお耳に残るんじゃないかなと思う。大堀自らお店に交渉開始。ぜひですね、あのお店のこのスペースでですね、歌わせていただきたいんですけれども、よろしいですかね。いいですよ。はい、いいです。この衣装で歌ってるんですよ。お母さんたちにも喜んでいただいたところで、ミニライブ開催。ところが、大堀が歌い出した途端、あんなに混み合っていた魚市場から人が。唯一見てくれていた子供までも。その後も懸命に歌うが、みんな素通り。そして、はい、大堀飯です。よろしくお願いします。なんと曲の途中でラジカセを止めてしまった大堀。どうしたどうした。大堀初のソロライブ撃沈。難しいですね。ん？難しい。すっかり意気消沈。しかし本当の試練はここからだった。いや大丈夫かな、引かれないから大丈夫。いっぱいいっぱいいますよ。そして大堀に緊急事態発生。もうこの番組本当に最悪ですね。野宿、この模様は近日。大堀めしべのソロデビュー曲甘い股関節はただいま絶賛発売中。さらに大堀めしべのお悩み相談室がスタート。こちらも要チェック。発売でください。この後 AKB 最新情報。大好き。では大声ダイヤモンド聞いてください。
ということで、ついに本日発売の大声ダイヤモンド CD を購入するとついてくるプロモーション映像とともにお楽しみください。